便所。霊夢です。DSS3 シリーズのウィーク3クラス AB 戦になります。ここブランズハッチは、4.2 組と1周が短い上に、各ストレートが短く、忙しいサーキットです。DSS2 の第3戦ブランズハッチは、クラス A とクラス B のドライバーが、各所で常に接近戦となる、速さ、安定、経験が必要になる、難しいレースになるでしょう。前日雨天だったクラス B と打って変わり、晴天になった今日のレース、クラス B にとっては昨日と別コンディションで戦う、ウィーク3、2戦目のレース、クラス A にとっては一発勝負の舞台となります。ウプ主にとっては、最近一番で、酸欠になるようなレースになりました。2000連続ポイントゲットを目指すので、ゆっくりしていってね。予選は練習で出していた時計を出せました。それでも17位と、相変わらずハイレベルです。予選13位にはクラス B のアーヤセイ選手。ここから目指せトップ14。この時点では10位のケラビラ選手、18位プーラ417選手、19位のロキザ選手と直接対決を予想。フォーメーションも最終コーナーに差し掛かり、ローリングスタート。予選15位のセヒロ選手がリアを出してコースオフ。ここは慎重にイン側につけます。前方では接触と混乱。スタート直後は運ゲーです。巻き込まれないように見極めます。ちょっと判断が鈍りましたが、後ろのプーラ412選手に対して、ラインを締めていきました。並んでコーナーに進入しない方が、世界にとって幸せと判断。あそこで並ばれていたら、この3セクは後続も含めて大乱戦だったでしょう。オープニングラップを終えて15位、早くも14位のポイント圏内が見えています。13位は現在クラス B のトップ、アーヤセイ選手。14位は前線直接対決で惜敗したロキザ選手。周りのライバルたちの様子を見ます。ケラビラ選手がコースアウト。
ラップ2が終わって、後ろのブラック1489選手よりペースがありそうです。しかし綾瀬選手のトレインですぐに追いつかれると予想。ブラック1489選手は実際のレース経験もある手だれです。ウプ主は前方よりもペースが良いようなので、冷静にタイヤを温存しながら、ロキザ選手と一緒に綾瀬選手を攻略したい。綾瀬選手のミスが出たので、力座選手が仕掛けます。慌ててロキ座選手についていって、一緒にインを狙いたかったですが、両者ともに加速が良く、狙い通りに行きません。最近、ノンタイトルレースで何度か綾瀬選手に追突しているので、シリーズ戦の今日は自重します。ただしこのペースでは確実にブラック1489選手に追いつかれるので、少々急いで攻略を決心。ミスが出ました。上位を目指すなら、ここはリスクを負ってでも前に出たい。ラップ5に入り、前方を追いかけます。さっきまでのペースなら、11位のロキザ選手には追いつけるはず。
予想より早く追いつきました。ファカトサ選手を先頭にパック状態です。ファカトサ選手とネガポップ選手がかなり激しくやり合っています。ネガポップ選手がミス、11位に上がります。後ろのネガポップ選手の勢いがあります。放送ムズで並んでも得することはなしと判断。ここは引き下がります。ラップ9。練習をサボっていた推しの選手を先頭に、パックができ始めました。抜くのに難しいサーキットで、ミス待ちになりますが、ウプ主はペースが十分にあるようなので、
タイヤを温存しながら様子見です。ロキザ選手は先ほどから何度か芝にタイヤを落としています。中盤、必ずペースを崩しと予想。後方に食われないようにレースを進めます。ただし、トップ10入りしたいなら、早めに前を攻略したいです。ラップ12。推しの選手からパックができました。後方をケアしながら、タイヤを痛めないようフォアプレスです。しばらくエンジンサウンドと BGM をお楽しみください。
押しの選手にミス。オーバーテイクを狙ったシパウ選手にもミスが出ます。詰まったところをウープ主もロキザ選手に詰め寄ります。が、ブラック1489選手が迫っていることもあり、ここは諦めます。このポジションなら、このラップは1ポジアップで十分です。ロキザ選手からご挨拶。世界平和のためです笑い。正直この時点では7位のファカトサさんの位置まで追うのは、諦めています。芝にタイヤを落としながら走る、前方の2台にターゲットを絞る。さっきの場面は無理することないのです。そして、必ず後半抜けると確信してプレスを続けます。
前方は押しの線しか割りました。後方も接近したことで、各車ペース乱します。ウプ主はタイヤと気力を温存。ラップ22。ラップダウンの車がきっとアウト。前に出してもらいます。と、思いましたが並んでコーナーへ。順位も良かったので思わず、並んで入るの？なんでせるの？と、声が出てしまいます。ちょっと反省。推しの選手と直接対決も珍しいです。プレッシャーかけたい。
星野選手にミス。レースも後半に入りますが、イメージ通りに展開です。あとはロキザ選手を攻略して、8位まで上がりたい。
ラップ30。そろそろタイヤ温存してきた成果を出す時です。追われる立場の方が気力も体力も使います。8位に向けてプッシュ。リーチでロキザ選手にミスが出たので勝負に出ましたが、残念ながらオーバーテイクならず、挙動を見ても、ペース的にもウープ主の方が良いですが、さすがロキザ選手も粘ります。7位の目はありません。後方も10位争いが熾烈です。
ウプ氏としては、プレッシャーをかけてほころびを見つけたい。追い回します。もうのんびりとしていられません。プレッシャーをかけていきますが、先ほどのデブラック1489戦士との感覚も詰まりました。少し前と距離を置いて、牽制し合わず再びギャップを作る。あまり悠長にも構えていられません。むしろ悠長に構えすぎて抜ける気配がないです。ここから気合を入れ直し。後ろも気になりますが、プッシュプッシュハードプッシュ。
ラップ38。完全に後がありません。先週に続きロキが先週に抑え込まれたくありません。早めに攻略していれば、7位まで見えていたかもしれません。ここは絶対に8位まで手を伸ばしたい。レッツハードプッシュ。ラップ38。ウプ主には疲労が出始めました。酸欠気味でもあります笑い。ほぼ60分間このギャップ。一瞬でもゴールを横切る瞬間に前にいる者が勝ちです。温存した足を使い切っていきます。システムで取りためできるリプレイ時間の関係上、尻切れとんぼな最後なので、今日のコメントはここまで。皆さん、最後までご視聴ありがとうございます。それでは残り時間。ハントダウン。